自主保育という活動をご存知ですか？それは幼児期の子どもたちを保育園や幼稚園に預けるのではなく、地域の親たちが集まって親たち自身の手で育て、そして親と子が遊びを通じて触れ合いながら共に成長していこうという全国に広がる活動です。世田谷区には現在分かっているだけで自主保育のグループは23あります。その数は全国的に見てかなりな数に上り、野外での遊びを主体にそれぞれの地域で活発な活動を続けています。羽根木公園の中にあるプレイパークを活動拠点にする自主保育グループ広場は1976年に生まれました。以来地域の母親たちが中心となって子どもを預け合い、自分の子他人の子の区別なく野外でのびのび育てていこうという趣旨で活動を続けています。広場の活動日は火曜日から金曜日まで。現在のメンバー構成は7家族で子どもが7人、1歳から5歳までの子どもたちが集まっています。さらに今日のように今も交流が続いている OB や見学者と呼ばれるグループの活動に興味を持っている母親が子どもを連れて参加するなど、ここはいつも賑やかです。近所の公園ではね、物足りなかったり、あとはお友達の付き合いですね、そういうの関わりをもっともっと持ちたいなっていう人が入ってくるように思います。このグループでは遠出するときなどの体力を考えて、一応年齢別に子どもたちを3つの班に分けていますが、普段はみんな一緒になって遊んだり食事をしたりして一日を過ごします。家庭にいるとね、本当に狭い世界で暮らしてしまうっていうか、それがこういうふうに自主保育のことだけでなく、もっと子どものことを広くも考えたりするっていうこともできますし、それはすごく良かったと思います。本当にちょっと寂しいんですけど、そういう時に、家のことを一気に全部してしまう、あとはもう自分自身のために、時間を使う、私の場合でしたら、自分の趣味にしたいこととか、あとスポーツクラブに行ったり、私自身もリフレッシュする、いない時は。広場の子どもたちはプレーパークというフィールドを得て、ドロンコになって思いっきり遊んでいます。プレーパークとは、地域の人たちやボランティアが中心となって自主管理する手作りの遊び場です。ここでは火も使えるなど、他の公園では味わえない自由な体験ができるのです。全然割れなかったな。全然割れなかったね。遊んであげなくても自分で好きに走り回ったり水で遊んだりするので、その間お母さん方とお話ができて、私はすごく楽しいです。毎日の楽しみを教えてもらってるようなところがあると思うんですよね。だから、子どもの姿を見て一緒に育ってるような気がします。1985年から始まったライオンの活動。このグループも野外での遊びを主体に、当番制で子どもたちを自主保育しています。活動日は現在火曜日と金曜日。主な活動拠点は芦花公園です。現時点でのメンバーは10家族で子どもは10人、3歳と4歳の子どもたちが集まっていますけれど、今日のように OB や入会希望の親子が参加する日は別として、普段は年齢層の薄さが気になっているところです。子どもに対して のしつけ方とか、私はこう思うとか、子どもはこうあるべきだっていう考え方、みんな違います。本当にだから、それに関しては月1回ミーティング開いて話し合います。それがあるから他の子の面倒も見れるっていうことは言えます。自主保育では活動を行う上で、どんな些細なことでも疑問やトラブルがあれば必ず本音で話し合うという関係ができているため、
親も子も思う存分自分を発揮でき、密度の高い交流が続いています。あ、本当だ、手に触れたね。すごいすごい。普通だったら私と子供だけの接点しかないですが、いろんなお母さんがやっぱりいろんな角度で子供を見て育ててくれるっていう点が一番良かったと思います。普段子育てっていうのはやっぱりお父さんなかなか関わってなくて、親子でしか遊んでる姿しか見てないと思うんですよ。横のつながりで子供が、自分の子供がどういう遊びをしてるのかっていうのはなかなか目にしてないと思うんで、キャンプですとか、あと運動会はちょっと普通の日になるんでちょっと参加できないんですけども、クリスマス会ですとか、あとお別れ会ですとか、そういうのその都度何回かお父さんも一緒にという行事を設定してます。小学校に上がるぐらいまでしかやっぱり子どものこうね成長を見る機会がないから、その分こうね他の人に見せちゃうのはもったいないっていう。自主保育の活動が始まったのは1970年代。高度成長期を経て日本の社会が大きく変わり、家族、地域、教育などなど子どもたちを取り巻く環境にその影響が現れてきた頃です。原宿お日様の会とアンファンテ、前後して生まれたその2つの会が提唱したものは、子育て中の女性たちが地域に仲間を作り、お互いに助け合いながら子どもを育てていこうということでした。そして自主保育のシステムは全国で論議され、各地に共感者が現れて広がっていったのです。1986年にスタートしたリンゴほっぺ、このグループは絹田公園などを拠点に活動しています。今日は夏休みということもあって、今も活発な交流が続く OB たちや入会希望の見学者たちも揃って遊ぶことになりました。グループの活動日は火木金土で、土曜日は月2回。現在のメンバー構成は9家族で、子どもは13人、0歳から4歳までの子どもが集まっています。自分の意見を言えるようになったっていうのが一番大きなことで、で人と何て言うんですか、接し合う楽しさっていうのを知ったっていうのが一番大きな収穫かなと思います。得たことはやっぱり仲間ですか。はい、でそれは子どもも友達じゃなくて仲間なんです。その子がすごく毎日嫌なことをしても心底嫌いになったりはしないんですね。どのグループでも遊びについては親たちがきっかけを与えるだけで、あとは子どもたちの自主性、創造性に任せています。集まっている子どもたちみんなが遊び仲間であり、目に触れるもの、手にすることができるものすべてが遊び道具なのです。そして遊びの中で未知のものや出来事と出会い、多くのことを発見し学んでいます。クマゴミどこ行っちゃったの。ケンタウムシがね、捕まっちゃったの。子育てをしながらいろんなことを、情報がたくさん氾濫してますから、選択するときに振り回されちゃうんですね。だけどその原点っていうのがここではあるかな。それをお母さんたちと話して一緒に行けるかな。自分だけで抱えないで一緒にやっていける仲間があるので自信もつきます。やっぱりその積極性、今この子もそうなんですけど、やっぱり同じ2歳児から見ると全然しっかりしてるし、上の子もしっかりしてるし、そういう意味ではやっぱりこういうところに来ててよかったのかなと思いますね。毎日日当番がついて、気になったことはノートに書いたりミーティングで出したり、そういうことでお互い の気づいたことを話し合っていくんですけど、子どもの様子は必ず誰か親がついてますので、その当番の親が見ているという、見えた中からやっぱり問題になることは話し合っていこうっていう、そういうことから毎日活動してるんですけど。自主保育の中で子どもたちが見せる豊かな表情は、親たちが子どもを理解する上でかけがえのないものになっています。そして子どもたちにとっても、
自分たちの心の動きを見守っていてくれる親たちとのつながりが何よりも大切なものになっているのです。自主保育には親一人一人、特に母親たちが社会の中で背負っている問題と子どもたちを取り囲む様々な環境の問題とが複雑に入り組んでいます。そこでいろいろな問題についてもっと多くの人たちで考え、自主保育そのものをたくさんの人たちに知ってもらおうと、新しい保育を考える会、略してシンポ連が1980年に世田谷区で発足しました。一番訴えたいのはね、幼児期の子どもが育つ場というのは一般あってもいいし、いろいろあってもいいんだろうなと思うんですよね。で、私たちは幼稚園とか保育園だけではなくて子どもが育つ場を作りたかった。で、それは地域の中でお母さんたちが中心になって知恵や工夫で作れたら本当に楽しくていい場所ができると思っていますので、そういう意味でのその幼児の場の多様化みたいのを一番こう狙ってるっていうか一番願ってるとこなんですよね。区内で積極的に行われている自主保育の活動に対して世田谷区からの支援も始まっています。資格要件を満たす団体について助成金が下りるようになったのもその一つです。また雨天の日の児童館の開放にも対応しています。さまざまな試行錯誤の中で続けられる自主保育の活動、それは親と子が一緒に過ごす時間の中で共に見つめ合い共に成長していく子育ての一つの方法として地域の中に定着し始めています。